T3 公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー MLTW140 パンス、くれないやーさー、同じく220パンス、イーグルサバー。あのコーナー、ラスカチョーラスオリエンタリス、全日本チャンピオン、145パンス、下田ビーバー。同じく、ラスカチョーラスオリエンタリス、165パンス、リターンエチコー。レフリー、笹崎克実。公式戦ですよね。そうですね。ちょっとここはじっくり見ちゃうかもしれないけど。あ、でもまあ。今の蹴りの動作のところなんか下田らしいですよね。結構あのシーンは。なんかどっちかといえば、クレナヤシはバリバリ姉ちゃんだけど、うちのバリバリ姉ちゃんって感じでしょ。下田でしょ。うん。下田手バカじゃ負けないですよ。全然負けてないですよ。赤落ち今までしたね。三田も髪の毛がやや伸びてくれば相当ケバになれると思う。ケバさの度合いを合わせなくちゃやっぱり、これこういうの最近もう下田定番です、いいですよ、憎たらしいし、ケバいしね。いやー、何かでもこの LL チームイーグル紅組、単身単身じゃないですけども、2人で、今回ね、このシリーズというか、タグリーグ、はいはい、どちらかというと、LL 精鋭陣が2選手出てきたところでしょ。まあ、魅力的というか、ファンからするとなかなか興味深い、でも対戦も興味深い感じがしますよね。うわーっと10秒級のキック、いやー、イーグルのパワーはすごいな、しかし。ホストさん、このイーグルって選手はどう見ていますか。そうですね、褒めたくないけど、パワーでは私は負けてると思いますね。パワーでは大変な素材なんですよね。まだちょっと荒削りな部分っていうのがあるんでしょうけどね。っていうか、ピントを合わせていけばいいんじゃないですか。だんだんと、こうなんか今ちょっと ぼやけてますから。ぼやけてる。なるほど。それとも怪物になるのも嫌なのかもしれないしね。まあ、自分がね、この今回の試合では私にLL 軍団のことは聞かないでください。文句しか出ませんから。でも、この場所から客観的にね、カチョーラス、ラスカチョーラスの試合を見るというのもありますから。そうですね、やっぱり私にとってはね、どんなダメな奴らでも可愛い後輩ですから、この二人は。そんなにダメじゃないですよ、もう。この頃はでも良くなりましたよ。野田はね、今もうちょっと真骨頂というかね。おーっと、しかしこのパワーサップは強烈だ。さあ、重量級のこのイーグル沢井、まさに怪物というこの巨体ですけれどもね。いや、好きな人好きですよ、こういう選手。レジーベネットあたりともやらせてみたいですね。でも下田は本当に一つ抜けてきましたよ、このところ、そうですよね。三田だって変わりつつあると思うし、三田は必殺技があるじゃないですか、レスバレーボム、タッグとしての試合だったらいいんですけど、あそこに行くつくまでが、三田はまだちょっと頼りないと思うんですよ。
でもデスバレーボムはすごい技でしょ。一撃必殺技ですからね。あれちょっと返せないでしょ。ただあそこに行き着くまでちょっと、まあ、そこまでね、ボーッとしてる、ボーッとしてる。さあ、クレナイアシャの反撃に転じていった LLPW 軍団ですけれどもね。クレナイアシャ選手なんか別にそんなに技の数があるわけでもないし、はい、ただムードがありますからね。今はちょっとチョーク気味に地獄好きのような形で持っていった。そして首を絞める、完全にこれはチョーク攻撃という感じですけれどもね。さあ、戦うバリバリ姉ちゃんがどん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 とその本領を発揮していくのか。さあ、一旦ここでブレイクが入ったこの紅矢社 LLPW から、今回のタックリーグザベスト93に参加してきたこの2人ですけれども、今のはちょっと見たの攻撃なんだけど、細かいところに、を見てもらいたかったんですけど、こう手をつってありますよね、相手がどう来るか分かんない時っていうのは、やっぱり手のひらを上に向けるんですよ。手のひらを上に向ける、だけど来てみろっていう時やっぱり下に向けるんですよ、私の場合は。手が上なんでしょ、ここですか、だから何ていうのかな、なんか物をちょうだいじゃないけど、ほら来てくださいよっていう感じで、来いよっていう、今も見た目ね、そうだったでしょ。そうでしょ、だからそういう細かいところでほら来てみろっていう気持ちが出てるんですよね、やっぱり。まあ、当然、まあ、くれないあたりですね、見たあたりですと隠した意識っていうのもあるわけですからね。レスリングテクニックとかでは全然自分たちの方が上だっていうのも確信があるね。テクニックあるいはスタミナ、そういった面ではやはりこのラス・カチョーラスの2人の方が上回っていることは、まあ、否めない事実ですけれども、さあこのあたり最近非常に動きのいい下田の焚き火のいいファイトが展開されるのか。最近は相当良くなってると思いますけどね。あのつなぎというか流れがいいですよね、技のね。さあ、そして今度は場外、この辺り本領発揮か。さあ、まずはあれですね、もう完全にストリートファイト無法地帯状態だ。これでは負けないでしょう。